今回は吉田隆義さんのスマホ勉強革命という本を読みましたので紹介させていただきます。プロローグスマホは使い方を変えれば勉強に革命を起こす最強の武器になる。パート1なぜこの法やり方だと勉強の効率が上がるのか。基本権利編1スマホ依存の本質的な問題点問題点1 脳のエネルギーが吸い取られる。問題点に、スマホに脳を乗っ取られる。あなたの脳を乗っ取る正体はちっぽけなスマホではない。カレンダー機能を使って、励ましのメッセージが届く仕組みを作る。2、東大や司法試験合格者はスマホの使い方が違った。ウォーキング勉強法で脳を拡張。 スマホが会話の記憶量・容量を拡張させる。授業の録音を聞く勉強法との本質的違い。3、能動的な使い,たい方に変えると頭が良くなる。能動的なネット検索と受動的なネット検索。脳の認知機能を高めるアハ体験トレーニング。4、学習アプリへの過剰な依存の危機器。 学習アプリのメリットデメリット。OECD 調査からの衝撃告白 ICT 教育で学力は低下する。5. ネット授業を上手に使う脳内 3D 勉強法。赤ちゃんの脳で実証。2D では認知機能は上がらない。映像授業を立体化する鍵は臨場感。パート2。 スマホで合格を勝ち取るメンタルトレーニングメンタル強化編メンタルを制する者は合格を制すスポーツ選手の活躍の陰にメンタルコーチがいる6未来の自分をスマホで励まそう勉強を投げ出さない人が持っているメタ認知能力とはこんな通知がメタ認知能力を助ける朝の予定に音読を入れる 過去の自分が未来の自分に時空を超えて知った激励。プライム効果で脳を望ましい状態に誘導する。ネガティブなループ思考を解くのにも有効。自分を励ます言葉は3つのシーンに照らし合わせる。コントロール、チャレンジ、コミットメント。才能にこだわるとダメな脳になる。強みにこだわると成長できる。 7. 感情をスマホに吐き出せ。音声入力で感情を文字化する。ネガティブからポジティブを探すメンタルノートの効果。8. 月別カレンダーを見て脳の準備。同じ時刻にその科目を受けているイメージトレーニング。9. スマホの機能でいい勉強習慣をつける。座りっぱなしは脳に悪影響。スタンディング勉強法。 試験中に気持ちを切り替えるイヤホン習慣試験の最中にパニックになったときに役立つカウント法 SNS にのめり込むと鬱になるパート3短時間で勉強力を上げる集中できる脳の作り方集中力アップ編10集中力を上げたいならスマホを机の上に置くのはやめなさい スマホが視界に入るだけで脳のワーキングメモリーは低下する。脳の待機電力を無駄に使ってしまう。スマホの隔離は逆効果。アラームのみの設定にして目に触れない場所に置く。マナーモードの落とし穴。11、集中力が飛躍的に上がるタイマー勉強法。長時間勉強できるイコール集中力がある。 の間違い制限時間を設けてダラダラ勉強を防ぐ脳にスピードメーターをつける集中力の波がスマホのカレンダーで一目でわかる医学を応用した集中力のスケール12脳の機能を回復させる休み時間の使い方その休憩の取り方ちっとも脳は休めません 脳を休める効果を上げる正しい休息法しっかり休める人はしっかり勉強できるパート4スマ,ートスマホを活用して脳に効率よく記憶を残す記憶力アップ法13寝ている間に記,記憶力を高める注目の TMR 学習法20世紀型の睡眠学習がうまくいかなかった理由 21世紀型の睡眠学習 TMR とは、やってはいけない暗記術、音を使って記憶力を高める、匂いを使って記憶力を高める。14、検索機能を使った関連語連想記憶術、英単語を書いて覚える具、短期記憶で終わるいじリハーサルから長期記憶に残る精密化リハーサルへ。 A 単語は語源で覚える。検索機能を使って連想記憶。丸覚えや語呂合わせより効率よく暗記できる。連想ゲームで関連語を一気に覚える。スペルがどっちかなと思ったら単語の意味が分からなくても大体の役を類推できる。慣れが必要。カタカナで連想を広げる。ジェスチャーを使って 言葉のイメージを持っておくエピローグはい、えー、これで以上になりますよかったらチャンネル登録をお願いしますありがとうございました